変わり続けるこの世界では、星は溺れゆく存在になっていた。それに気づいたとき、世界のまだ見ぬ光を見たいと思った。地球に存在する本来の光、太陽の消化、雪の散乱、海の融解、命の儚さを知った時、時の防腐剤としての魅力に惹かれ、初めて一眼レフを持った。あれから数多の月日をカメラと共に過ごしてきた今、新たに気づいた魅力もある。光を伸縮できること、この世界を拡張できること。